ゲージ、ディーゼル機関車、加藤、DD54、ブルートレイン牽引機。久しぶりに新車を購入しました。ディーゼル機関車、DD54 です。DD54 は、40両製造されましたが、保存機は、京都鉄道博物館にある33号機だけです。欠陥機関車の証拠、として、残すため解体を阻止され、福知山機関区に誘致された後に、大阪の交通科学博物館に、移り、閉館後、2016年4月29日より、京都鉄道博物館で、保存展示されている、とも言われています。1972年3月15日から京都、浜田間で、米子機関区廃棄機6両により、寝台特急、出雲、牽引が、開始された。しかし、この頃からエンジン本体や、液体変速機側での、故障が頻発するようになる。加藤さんの編成例によると、二重系寝台客車を、牽引していたようです。出雲、です。アーノルドカプラーがついています。付属のナックルカプラーに交換して、二重系客車を牽引してもらいます。ナックルカプラーに変更しました。ナンバーは、何番にするか悩んでいます。古い古い二重系客車を、牽引してもらいます。DD54 型ディーゼル機関車は、日本国有鉄道が、1966年から設計、製造した亜寒泉用液体式ディーゼル機関車である。模型はスムースに走っていますが、実機はトラブルメーカーだったようです。国鉄の幹線、亜寒泉用ディーゼル機関車としては、すでに DD51 型が実用化されていた。DD51 型では1000馬力級エンジンを、2気搭載として大出力を得たが、1950年代後半以降、ヨーロッパの各国国鉄では、西ドイツ国鉄 V160 型、あとの216型、2000馬力機関搭載、や、ベルギー国鉄200型、2000馬力機関搭載、フランス国鉄 DD6000、型、2400馬力機関搭載、など、2000馬力から2700馬力程度の、出力のディーゼルエンジンを、1機搭載し、車両重量の軽減、保守の、両以下、製造コストの、削減を、狙った設計の、本線用ディーゼル機関車の、量産が行われており、日本でも注目されていた。しかし、この時代の日本においては、車載可能なクラスの、2000馬力級ディーゼルエンジンの、開発、量産経験がなく、またこのクラスの単一機関出力に、対応する、トルクコンバータを、自力で、設計、製造することも、技術的に困難であった。そのような状況下で、三菱重工業が当時、液体式ディーゼル機関車の、設計制作で先進国であった、西ドイツ、当時、の、メーカーから、ライセンス供与を受けて、技術を、導入。まず1962年に、西ドイツから輸入され、無分解運用が可能と謳われた、1820馬力級ディーゼルエンジン、およびこれに対応し、自動変速を可能とした、液体式変速機を、搭載した、DD91 型を、試作製造。同機は1965年まで、国鉄に貸し出されて、山陰本線の、京都、園部間などで、試験運用された。同形式は試験終了後国鉄席に、編入されず、そのまま三菱重工業に、返却された。試験結果が好成績であったこと、1機関1820馬力、と、当時最も強力な、出力でありながら自重は70トンと、軽量であり、同等の車両が欧州各国でも、導入、運用されていた実績から、これを基本とした、亜寒泉用液体式ディーゼル機関車が、量産されることとなり、本形式が設計された。ただ実際の運用に入ると、当時の日本では手に余る技術であったことに加え、西ドイツ側との連携不足などもあり、トラブルを頻発させていた。そのためいずれの車両も、法定耐用年数、18年、を、終えず、運用を離脱している。結果、失敗機関車との烙印を、押され、国鉄の資産運用について、国会で質疑応答が、行われる事態にまで発展した。京都鉄道博物館で、見るまで、DD54 に関して、何も知りませんでした。こんな不幸な機関車もいたのかと、思う反面、こんな形ですが保存機があることを、喜びました。模型の動力
部は、全く問題ありません。ヘッドライトも明るく点灯します。レールも洗剤で再現されています。色差しも細かく行われているようです。DD54 型ディーゼル機関車は、ブルートレインの牽引の他に、優等列車の牽引もしていました。そして、福井国体開催に合わせて、運行された、お召し列車の牽引にも、起用されています。残念ながら実機が活躍するところは、見ることもできません。外国のライセンスによる製造でなかったら、また違った、機関車になっていたのではないかと、思います。最後まで、ご覧いただき、ありがとうございます。設けたら、二重軽脚車を買います。